おはようございます。エンゾーです。11月28日、朝会、よろしくお願いします。まあ、昨日はドル円、一時150円の5丸ぐらいまで落ちて、えー、今もちょっと151円割れなんですが、大きく153円台から、えー、下落したというところになりましたね。まあ、全般的にドルが下落したわけなんですが、もうその理由としてはアメリカの長期金利が低下したということで、 えー、10年債の利回りこんな感じになってますが付近から一時まで下落とというところででしたねですから、えー、アメリカの長期金利の下落によるドル売りというところだったんですがまあこれどういうことかというとおそらく感謝祭前の、あのー、債券売りの買い戻しが出たんではないか。 というところなんですよね。まあ特段あの東京時間のそうですね昼過ぎぐらいあの午後ぐらいから米国債の利回りが低下する理由っていうのは特段なかったように思われます。まあこれドイツ国債の利回りもえっ、ー、と欧州時間に入ってからこう低下してるんですが、欧州に関しては結構昨日もいろいろなあのぜ スイスが ZEW 期待指数がマイナス7.7からマイナス12.4であるとか GFK 消費者信頼感指数がマイナス18.4からマイナス23.3とかまあ悪い指標が悪い景気指数が出てるっちゃ出てるんですがまあその世界的に全般的にあの長期金利が低下してえまあそれでえじゃあ欧州低下してるのになんで あのユーロドルが上がるんだっていうところではあるんですがまあこれはあの「ドルの売りが先行したとというところになってますね、まあ、感謝祭」前のポジション調整ではないかなというふうに思われます。 であの順番に見ていきたいと思うんですがまず東京時間ですね RBNZ、えーまあ、ニュージーランド中銀なんですがこちらが予想通り政策金利を4.75から4.25%に引き下げましたえーまあ、これ 4.25%0.5% の利下げは、えー、予想通りというとこだったんですね一部には、えー、0.75のあの。 0.75%の利下げっていうのもあの予想されてた向きもあったんですが、まあ、0.5が一応コンセンサスというところで、えー、した。まあ、それで0.75じゃなかったっていうことで指標発表直後0.5830から0.5870まで上昇してただ声明文に関してはあのー、いや割とハト派的だったんじゃないかなということですよね。 会見したオア衆銀院総裁も経済状況が予想通りに推移すれば来年2月19日の次回会合で50名室の追加利下げを行うことが可能になるとの見方を示したというところもあって一旦落ちたんですがやっぱり、えー、ずっと昨日は1日を通してドル売りだったんで、えー、ニュージーランドドルも0.59まで上昇して。 えー、利下げをしたのに0.5と大幅利下げをしたのにニュージーランド上昇してしまったというところになってますよねうん、まあ、結果としては o g q e なんかもこう下落し、あのー、したわけですよね、まあ、ニュージーランドの上昇が割とこう大きかったというところになっていますで、えー、昨日いくつか、あのー、今日感謝祭でアメリカ休みということで今日は発,、えー、発表されるべき いい指標なんかが前倒しで発表されましたよねアメリカでいくつか見ていきたいんですが、えー、コハ資本財受注、まあ、耐久財受注ですよねこのコハ資本財受注というのは、えー、民間企業の設備投資の先行指標になると言われてるんですがこれが0.3からマイナス0.2%この0.3というのも0.7から下方修正だったんで えー、まあ設備投資弱いねっていう話なんですよね。あとは新規失業保険申請件数21.5万から21.3万予想21.5ということでこちらに関しては、うん、相変わらず、あのー、雇用状況は強いよねっていうことなんですよね。失業保険申請が落ちてますんでただ継続実給者数は189万8千から190万7千に。 増えてますんでまあまあちょっとじわっと増えてきたかなと4週移動平均線も187万6000から189万に増えてるということでちょっとじわっと増えてきた感じはしないでもないというとこですよねあと貿易収支1000、えー、とこちらは、えー、貿易収支なんですが、えー、と はい、えー。こちらですね。すいません。ちょっとお待ちください。合ってたかな。えー、っと、まあ、これ、ちょっと逆ですね。えー、っと、この数字が逆で、九百九えーあ、合ってますね。1082万、八十二点3億ドルから九9 0 8億ドルということで、えー、まあ、減ってるというところなんですが、 あこちらじゃないな。これ。これ。こちらですね。えー、っとー、まあ減ってる貿易収支が減ってますね。えっと、前回1082.3億ドルが990.8億ドルにまあ減少というところでしたね。あとは、えー、っと、 まあ注目された価格指数ですよね。PC、えー、を,を見ていくと、こちらが、これですね、えー。物価なんですが、えー、PC 価格指数、前月比で見ると0.2から0.2ですね。えー、で、えー、コアす数が、えー、前月比0.3から0.3。 一方で、前年比で見ると PCE が2.1から2.3、壊、え、し、ー、数が2.7から2.8ということで、物価上昇がやっぱりちょっと下げ渋って、若干上昇してきているということで、まあ、こうなってくるとお、利下げのペースがどうなるかっていうことなんですが、ただ、12月に関しては、えー、やはり0.25の利下げが66.4%ということで、やっぱり12月はやるんじゃないかと。 まあこの価格数じわーりとあのー上昇してきていますがえっとまあそれほど懸念することではないということで次回12月は利下げただ1月以降はまあここら辺はいつもパウエルさんがおっしゃってるようにミーティング・バイ・ミーティングじゃないですけどそういうのをしっかり見てというところになってくるんでその先のことはちょっと、えー あとは GDP なんかも発表されましたね GDP2.8 ということで,で、えー、個人消費も2.8から3.5ということで、まあ、強いです強いは強いですよねアメリカの指標なんかを見てもですから全般的にやっぱり強い指標が出てるというところですねで 結果としては先ほど申し上げたように2年歳入り回りが4.254から4.23110年歳が4.302から4.261というふうに急低下したというところになっていますまあこれ、うん、冒頭で言ったようになんか特別すごい理由が出たっていうわけでもなくて、うん、やっぱり感謝祭前の債券売りポジションのクローズドル買いポジションの縮小というのが ポジション調整があったんではないかなというふうに見られます。で、ダウ、えー、やっぱりダも0.31下落、SP も0.38下落、ナスも0.6%下落、索引数半導体指数が1.51%下落というところで、えー、株式市場もやっぱりその感謝祭前のポジション調整が出たのかなという感じですよね。全般的に、えー、大きく あのまあ、大きくというかあの3指数揃って、えー、下落したというところになってます。v i x 指数は14.1%というところですね。で、えー、ちょっと見てみましょうか、えーっと。日経平均も下落したわけなんですが、ダウ、うーんまあ、上昇から下落、SP も下落。 冷やしで見てみましょうか。小幅に下落ですよね。ダウも小幅に下落。ナスダックも小幅に下落という形になっています。じゃあ、どこら辺かなっていうところなんですが。 はい、こんな感じで、やっぱりテック系がちょっと売られてますよね、NVIDIA とか、なんとそこら辺も売られてて、あとはパソコン大手デルと、えー、HP、ヒューレット・パーカードなんですが、これ、四半期のさえない業績見通しということで、デルが12%、ヒューレット・パーカードが 11%, 11というふうに大幅な下落になったというところです。 はい、うん、そうですね、うん、まあそこら辺ですねで、えーまあ、ゴールドは2621.3から2639.9、えー、原油価格は6 8 7七から68.72に小幅に下落というところになりましたビットコインなんかは、うん、一時1400万円ぐらいまで落ちたんですがまた ちょっと今上昇してきていますよね。はい、そのような動きになってます。で、えっ、ー、と今日ニューヨーク休みなんで大きな動きにはならないかなというところになってるんですが、経済指標なんかを見ますと、ドイツの消費者信頼感指数ああの消費者物価指数が出ますよね。ここら辺が、えー、ちょっと見て。 やっぱりちょっとここのところ、ユーロも大きく売り込まれています。まあ、昨日に関しては、ユーロドルはドル安だったんで上昇しました、まあ、1.03の50からぐらいまで下落した後、一旦1.04台をサポートして、まあ、昨日もドル安の流れを受けて、1.05、80ぐらいまで上昇しています。 この1.0580ぐらいに「週刊ピポットあります」のレジスタンスがあるんで一応そこが今止まってるというところですよね。ここ抜けちゃうともう一段ということになると、まあ、ここは1.06のレジスタンス。 前半ですよね1.06前半ここ抜けるかどうか重要ですよね。まあ今日もデイリーピポットのレジスタンスの位置が1.06の10付近なんでまずはここが抜けないとここが戻りの急所になる。まあここ抜けちゃうとレジスタンスが1.05の5560とか次は週刊ピポットのレジスタンスの2が1.0730ぐらいまであるんで、まあ、ちょっとここまで上がるって感じではないんでニューヨークも休みですし。 むしろドイツの,消費,者しあの消費者物価指数が弱いとなるとあやっぱり弱いのねということでユーロも落ちちゃう可能性があるんで、まあので1.05の809ぐらいからまずは1.06の10ぐらいのこのゾーンが抜けるかどうかをちょっと見極めたいかなとただちょっとショートが下突っ込んじゃってる分ショートカバーがもう少し続く可能性はあるかなというところですよね。 でえー、ドル円は、えーとまあ、150円まで、えー、5丸まで落ちてるんですが、えー、一応週刊ピポットのサポートさんが150円の8丸なんでそこは一応今はキープしてるんですがちょっとここを抜けちゃうと,、えー、とー150円まあ今日のデイリーピポットのサポートが149円の9丸なんで。 まずはそこら辺ですよね。150円割れのところ。そこ抜けちゃうと、えっと、月間ピポットが149円の60、週間ピポットのサポートの4、まあ4まで行くのは珍しいんですけど、ここは149円の60なんで、149円の50、60付近がちょっと重要なところかなと。戻りとしては、デイリーピポットが151円の5、5、60ぐらい。 で、ここ抜けると152円のところは、週刊ピポットのサポートの2位だったところなんで、そこら辺ですよね。まあ、ちょっとどこまで戻るかというところで、やっぱり戻り売りになってしまうのかなというところですよね。まあ、ユーロも戻り売り。そうすると、ユーロ円が落ちる。 といいう形になるんですすかねね線重いっすよ、ね、やっぱり160円割ってしまってきてるんでこちらも週間ピポットのサポートの位置が159円の20なんでそこがぴったり止まっていますまあそこが維持できるかどうかというところですね戻りとしては月間ピポットのところが160円の30付近ここら辺ですかねうん、まあ、今日のニュースとしてはそうですねブルンバーグ 慎重な姿勢待ち、まあ、この PC e を見てというところなんですが、えー、強気にくら替え JP モルガン・チェイスでは株式戦略チームここに来て米国株に対して強気な見方ソフトバンクオープン AI の従業員から最大15億ドル相当の株式を取得することで 同社への出資率をを高めるるここととと目指しているというところですよねあとは日経新聞。まあ、ユニチカが、創業の戦意撤退というところなんですね。うん。ルーブルが最安値になってるというところになっています。はい。えー、ということで、まあ今日はね、先ほど申し上げたように、アメリカ感謝祭なんで、ちょっとニューヨーク市場は交互器になってしまって、えー あまり動けない市場になってるんで、こういう時はちょっとお休みかなというところでもあります。で、まあ、この,あのマルチタイムのピポット、割とピタッピタっと止まりますので、もしこれ使ってみたいという方がいらっしゃれば、JFX さんのトレーディングビューで使えますので、えー、こちら、えーこうえー、概要欄の方から講座解説していただけると無料でプレゼントさせていただきます。あとはサロンの方もやってますので、えー、もし、えー、より深掘りした ファンダメンタルズとかテクニカルの話、まあ、動画11月12、3本と毎日1、2本のレポートでお届けしていますので、まあ、そちらも概要欄の方を覗いてみてください。ということで、まあ、静かな1日になるかどうかというところなんですが、皆さんお仕事頑張っていってらっしゃい。